にありがとうございます。ご来園のお客様にイベントのご案内を申し上げます。ただいまよりイベント広場におきまして、手差しに古くから伝わる両の芸の手差し獅子踊りの特別公演を行います。本日の踊り組は奥州市手差しに14団体あるうちの金津流野手崎獅子踊りの皆様です。どうぞご覧くださいませ。繰り返しご来園のお客様にイベントのご案内を申し上げます。ただいまよりイベント広場におきまして、手差しに古くから伝わる郷土芸能手差し獅子踊りの特別公演を行います。本日の踊り組は奥州市手差しに14団体あるうちの金津流野手崎獅子踊りの皆様です。どうぞご覧くださいませ。本日はご来園いただきまして誠にありがとうございます。皆さんこんにちは、金津流野手崎獅子踊りといいます。本日は藤原の里さん皆さんの、ご承諾ご快諾をいただきまして、自主公演という形でお邪魔させていただいております。少しお話をさせていただきますけれども、我々の団体は1971年に結成して、今年50年を迎えました。その中でいろんな記念事業を展開したかったんですけど、やはりなかなかその動きが取れないということで、いろいろ模索してきたんですけれど、例年行っています、地元、江差柳川なんですけども、金勝寺、それから松尾神社の方には、今年も奉納を行いました。その際には、当然、コロナの収束ということを、祈願したわけですけれども、最近ちょっとコロナの方が落ち着いてきたというところがありますけれど、そういう成果がちょっと現れてきたのかなというふうに我々は思いたいというふうに、思っております。はい。今回、ご披露させていただきますのは、礼庭という演目になります。YouTube の方、インターネットの YouTube の方ではいろんな演目、それからいろんな場所での公演の様子が
収められておりますので、野手崎チャンネルということで検索していただければ、ありがたいかなというふうに思います。それでは本日、皆さんの、健康とご多幸をお祈りし、それから当然、コロナの収束というものを、お祈りしながら講演させていただきます。どうぞ最後までごゆっくりご鑑賞ください。よろしくお願いいたします。